麻生財務大臣は昨年春の宣言下で10万円の定額給付金の支給が決まった理由を、国民みんなで連帯してこの難局を乗り切るためと説明していたが、19日閣議後の記者会見では、国民への一律10万円の給付と生活困窮者への支援についてはするつもりはない、考えにくいとそれぞれ切り捨てた。コロナ禍が昨年春より厳しい状況にもかかわらず、この発言は国民を愚弄したと言っても過言ではないだろう。詳しくははじめくんのブログへ。